しったか先生。あ、ランドー先生。はい。あの、メフンって何ですか。メフンですか。はい。メフン確かですけど。はい。川魚の肝だったような気がするんだよな。川魚の肝ですね。いやー、確か。はい。マネージャーが聞きたいことがあるらしいです。ランドさん、はい、ちょっと聞きたいことあるんですけど。何でしょう。ルイベって何ですか。ルイベルイベは鮭とイクラの漬物です。なんで、なんでなんかそんなもうここから帰りたいみたいな顔してるんですか。はい大丈夫ですか。大丈夫です。あの、はい、にゅうめんって何ですか。にゅうめんはあったかいそうめんのことですね。 ありがとうございます、はい、なんかちょっとドヤっぽい感じが腹立ちますね。ちょっと待って。ランドさん、はい、ちょっと読めない感じがあるんで。あ、なるほど。あんこの煮つけですね。あ、これあんこって。ランドさん、はい、あの魚編にあるなしのあるって書いてなんていうの。マグロじゃない。ありがとうございます。ラノさん、ラノさん、うなぎのかば焼きって何ですか。うなぎのかば焼きって何ですか。はいはいはい、タレにつけながら。はいはいはい、うなぎのかば焼きって何ですか。お前ちょっと待って、うん、ちょっと待って、そういうコンセプト。お前そういうコンセプト。今日なんかいろいろあの、うん、知ってるものが多くて、うん、イライラしてきました。うなぎのかば焼きって面白く言うと何なんですか。うなぎのかば焼きね、はい、うん、はい、面白く言うと何なんですか。まあ、はい、江戸時代、はい、まあうなぎの行商人が。ありがとうございます。これランドさん、ちょっと大丈夫ですか。大丈夫です。あの、はい、よ、結構来ちゃう。だいぶ酔っ払ってますよ。あの、はい、酔っ払ってますね。だいぶね。あの、うん、はい、群馬ってなんで群馬って言うんですか。まあね、馬の群れって書くじゃないですか、うん、はい、だから、うん、もう大規模な馬の、はい、集落があったの。なるほど、ありがとうございます。何でもしてるんですね。酔ってもやっぱり答えられるんです、まあ、出てきますよね。 ありがとうございます。ラジオさんどうしたんですか。限界を訪れました。限界を訪れました、ね、高いランドラショウモンのラに人としてどうなのの人。あ、ランドさん、はい、かの有名な高井ランドさんですか。はい、高井ランドです。あの、はい、群馬ってなんで群馬って言うんですか。群馬、はい、まあ、馬の群れがいたんですよね。ああ、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、それで群馬って言うんですね。そうです、はい。